翔吾とかなちゃんってどんな関係？付き合ってたの？そうなんだ。ごめんね。Thank you.
今日は。ごめんね。ごめんね、正吾。正吾、怒ってるんだね。ごめんね。あのね、私、やっぱりごめんしか知らないから。一生懸命考えたよ。でも、やっぱりどうやって伝えたらいいのか、そのやり方が私にはわからないよ。正吾が走って行っちゃったでしょ。あの時ね、私は何が何だか分かんなくなっちゃったよ。すごい、なんていうか、すごいドカドカしたよ。体がブルブル震えたよ。どうしてか分からなかったよ。だから一生懸命考えようとしたよ。何かが私をバーンってぶったから、すごい痛かった、悲しかった、真っ暗だった。でもそれはきっと私の気持ちじゃなくて正吾の気持ちなんだと思う。そうでしょ。正吾の気持ちが私を刺すから息ができなくなる。苦しいんだ。正吾をこんなにさせて私はめちゃくちゃ最悪だって思った。恥ずかしいって思った。正吾に会いたいのに、会うのが怖くなった。何度も何度も、正吾の部屋の窓を見上げに行ったよ。メールも何度も打った。けど、どうしても、送れなかったよ。正吾に、もう嫌いだって言われるのが怖くて。もう会ってくれないかもって、会ったら嫌な顔されちゃうかもって。今日も会ってくれなかったらどうしようって、ずっと不安だった。昨日携帯した時心臓がねじれたかと思ったよ。ごめんね。それにありがとう。ごめんね、私ってバカで。本当に。ありがとう、正吾。ありがとう。you
びっきり素敵なとこで高級なものを食べる。ずっとこれが私の夢だったよ。ショーゴが叶えてくれた。うん、でも食べてみたらちょっと違うかもっていう気もしてきた。もちろんめちゃくちゃ美味しいよ。私今すっごい幸せだよ。でもね、私こんなにおしゃれなプリンじゃなくてもいいや。私はプチッとプリンがやっぱり好き。でも本当に食べてみるまではそのことがわからないものなんだね。それがわかったから私はすごい嬉しいんだ。ショーゴ、ショーゴにはすごい感謝してるよ。私がいろんなことがわかるようになったのはショーゴのおかげだね。ショーゴ大好き。私、初めはこんな気持ちじゃなかったのかもしれない。きっとそれってただの好きだね。でも正午にメールしたり携帯したり、カフェで会ったりデートに連れて行ってもらったり、毎日毎日正午と笑ったりおしゃべりしたりするうちにもっと好きになって、すごい好きになって、めちゃくちゃ好きになって、どうしようもないくらい好きになって、大好きになって、大好きになったから、だからなんだと思う。私、正午に幸せになってほしいんだ。私のために正午が無理したり傷ついたりするのって私嫌なんだ。そう、私はそれが一番嫌なんだ。すぐ寝る女だって。
頼む。あげる。私こんなものしか返せなかったね。今日はありがとう。あ、今日はじゃなくて今日もだね。ごめんね。私、ショーゴに何度も嘘ついたよ。待ち伏せしたり、わざとぶつかったり、携帯が壊れたとか。本当は私、携帯持ってなかったんだ。あれはお店でもらったの。見本だよ。中は空なんだ。でも、ショーゴ、私はショーゴが大好き。どんなに嘘で曇っていても分かってほしいんだ。私はショーゴが大好き。これだけは本当のことだと分かってほしいんだ。これは私の本当の気持ちなんだ。